平野翔が盆栽をテーマに制作した最新曲、本明日の m ステでテレビ初披露。平野翔が盆栽をテーマに制作した最新曲、本その発表を耳にしたとき、私の脳内はまるで盆栽の剪定のように混乱と興奮が入り混じって整理しきれない状態だった。アイドルの平野翔がまさか盆栽をテーマに楽曲制作するとは。しかも、 その楽曲がボンという盆栽を連想させるようなタイトル。予想外の組み合わせに頭が混乱した。盆栽は生きた植物を限られた空間の中で人間の美意識によって形作られたもの。それは自然の力と人間の技が融合した静かで力強い芸術だ。一方、平野章は 華やかでパワフルなパフォーマンスで現代の若者から絶大な支持を受けるアイドル。この対照的な要素が一体どんな化学反応を起こすのか私の想像力はすでに暴走していた。ボンの発表直後、ネット上は喜びと興奮の声で溢れ返った。翔くんの盆栽ソング。どんな曲になるのか楽しみすぎる。盆栽って翔くんらしいチョイスだな。 まさか、盆栽をテーマにした曲が出るなんて、想像もつかなかった、など、様々な反応が飛び交っていた。私も、その興奮に巻き込まれ、平野翔が盆栽というテーマを選んだ理由、そして、盆、という楽曲に込めた思いを理解しようと、あらゆる情報を集め始めた。まず、平野翔が盆栽に興味を持ったきっかけを探ってみた。 これまで平野翔が公の場で盆栽について語っていたことはほとんどない。しかし、いくつかのインタビュー記事から彼は幼い頃から自然と触れ合う機会が多く植物を育てることに関心を持っていたことが伺えた。自然の中にいると心が落ち着くんです。植物を育てるのは大変だけどすごく楽しい。植物が成長していく姿を見るのが本当に嬉しいです。 インタビューで平野翔はそう語っていた。自然への愛着と植物を育てる喜びを感じている様子が伝わってくる。また平野翔は自身のインスタグラムで植物の写真をアップしていることもあった。その写真には彼が植物を大切に育てている様子が伺える。これらのことから平野翔は単に盆栽というテーマに興味を持ったのではなく、 自然や植物に対する深い愛情から、この楽曲制作に至ったのではないかと推測できる。次に、ボンというタイトルに込められた意味を探ってみた。ボンは日本語でボンという漢字が含まれていることから、盆栽を連想させる。しかし、それだけではない。ボンは英語でコツを意味するボーンと音が似ている。盆栽は剪定によって不要な枝を落とし、 木を形作っていく。それは、まるで人間の骨格を形作るように、不要なものを削ぎ落とし、本質を際立たせる行為だ。平野章は、ボンというタイトルに、盆栽の剪定を通して、人生における不要なものを手放し、自分自身の核となるものを強くしていくというメッセージを込めているのではないだろうか。さらに、ボンというタイトルは、フランス語のボンにも似ている。 フランス語で、ボンは、良いという意味だ。もしかしたら、平野翔は、この楽曲を通して、人生における良いこと、つまり、自分らしさや成長、喜び、そして愛を表現したいと考えているのかもしれない。ボンの歌詞やメロディーは、まだ公開されていない。しかし、これまで平野翔が発表してきた楽曲や、彼がインタビューなどで語ってきた言葉から、 この楽曲に込められたメッセージを想像することはできる。平野翔はこれまで自身の経験や感情を率直に歌にしてきた。彼の楽曲は恋愛や友情、夢、そして自分自身との葛藤など普遍的なテーマを扱っている。ボンは平野翔がこれまで培ってきた表現力を駆使し新たな境地を開く楽曲となるだろう。彼は盆栽のように繊細ながらも力強く 自身の内面を表現する。彼の歌声は聞く人の心を深く揺さぶる。そして、盆栽が長い年月をかけて成長するように、平野翔の音楽も私たちの心に深く根ざしていく。盆は単なるアイドルソングを超えた芸術性の高い楽曲になる可能性を秘めている。この楽曲を通して、平野翔は音楽の新たな可能性を切り開くことができるだろう。 ボンは私にとって単なる楽曲ではなく新たな発見や感動を与えてくれる特別な存在となるだろう。そしてボンは私たちに自分自身の人生について深く考える機会を与えてくれる。盆栽は限られた空間の中で自然の力と人間の技が融合した美しい芸術だ。番組内容ダンスグループ大集結 ナンバーアンダーラインアイが最新曲を初披露 a へグループ初登場。特別演出にも注目上腕最新曲を初披露大 CD 初登場。大ヒット曲スターマイン最新曲マカロニ鉛筆人気アニメ ED 曲ブラックピンクの妹分ベイビューモンスター初登場。嵐、マイケル・ジャクソン、ユーミン、ドリカム衝撃のライブ登場特集も。番組内容に。 歌唱曲、ナンバーアンダーライン、アイ、ボン、エイエ。グループ、A、ビギニング、上一ラブシーカー、ダシー CE、スターマイン、アイワンダー、マカロニ、鉛筆、ボーレナウタ、ベイビュモンスター、C 種。司会、MC、タモリ。サブ、MC、鈴木震災、テレビ、朝日アナウンサー。ゲスト、ナンバーアンダーライン、アイ、エイエ。 グループ上1大 c 位マカロニ鉛筆レイビューモンスターお知らせ X 旧ツイッターインスタグラムにも新情報 &SP 動画が続々エムステで検索番組続きを見る見どころ見どころえイえグループが単独でエムステ初出演話題のデビュー曲エイビギニングを一夜限りの特別演出で披露する 上腕はハートの振り付けがキャッチーな最新曲、ラブシーカーを。メジャーデビュー10周年の5人組ダー ICE が M ステ、初登場。SP 登場演出で代表曲、スターマインと最新曲、アイワンダーを披露する。世界を席巻する怪物新人ベイビューモンスターが日本のテレビ初登場。MV に置く再生長の話題曲、C シ種シをパフォーマンスする。 マカロニ鉛筆は人気野球アニメのエンディングテーマ、ボーレナウタを披露。VTR 企画は度肝を抜かれた。衝撃のライブ登場シーン特集。驚きの演出が続々登場。ボンは平野翔というアーティストの自然に対する深い愛情と自身の内面を見つめる誠実な姿勢を表現した。力強いメッセージだと私は確信している。ボンがどんな楽曲なのか、 どんなメッセージが込められているのか早く知りたい。そしてその楽曲が私の人生にどんな影響を与えるのか楽しみで仕方ない。ボンの発表は私にとって大きな喜びであると同時に大きな期待でもある。ボンは平野翔の新たな挑戦であり私たちにとって新たな感動の始まりとなるだろう。ボンが私たちにどんなメッセージを届けてくれるのか。 今後の展開に期待するとともに、この楽曲を通して自分自身の人生について深く考えさせられる機会を得られることを願っている。